先ほどラクプラで関東学生ラクロス2020特別大会の決勝トーナメントのライブ配信をする発表させていただきました。ラクプラではラクロスに関わる全ての人に向けて、ラクロスって面白いな、かっこいいなって思っていただけるようなライブ配信をしていきたいなと思っています。今回の配信ではクラブチームのライブ配信同様、ラクロスさんによる解説入りで試合配信をしていきます。21日の慶応対立教では女子ラクロスのコーチ歴が豊富なお二人に解説をしていただきます。一人目は昨年 U19 日本代表のヘッドコーチとして日本代表を22カ国中5位に導いた庄司博之さんです。そしてお二人目はラクプラではおなじみですね、女子ラクロス価値向上団体であるセルの代表、そして現在の日本代表のフル代表ですね、のヘッドコーチを務めている柴田陽子さんにお越しいただきます。22日の日本体育大学対明治大学の試合には柴田さんともう一人スペシャルゲストの方にお越しいただきます。日本で初のプロラクロスプレーヤーで、日本とオーストラリアとで代表選手として世界大会に出場経験があります。そして今は日本でアメリカのプロラクロスプレーヤーとの試合をするイベントのワールドクロスを運営している方といえばこの方ですね、山田幸男さんです。ラクプラでは豪華ゲストとともにラクロスさんの皆さんにラクロスを面白く見ていただけるような配信を行っていきますので、ぜひ21、22の準決勝ライブ配信ご覧ください。それでは女子一部予選リーグの振り返り、そしてそれぞれの準決勝の見どころを解説者の方々にコメントいただきましたので、そちらをご紹介いたします。一部予選リーグの振り返りです。 A ブロックから日体法政東海のブロック、本日の法政対東海の試合で東海が勝利したことにより得失点差で日本体育大学が決勝進出を決めました。 B ブロックは明治成蹊農大で、明治が成蹊と13-4、農大と11-5と勝利し見事決勝進出を決めます。続く C ブロックは慶応青学学習で、慶応が青学と10-2、学習と12-6と強さを見せつけます。最後に昨年度学生王者立教がいる D ブロックです。ここは昨年の学生優勝メンバーが多く残る立教、早稲田とは13-1、明学とは16-3と圧倒的な力を見せつけました。続きまして解説者の方から試合の見どころをご紹介いただきます。女子準決勝立教対慶応の試合を解説させていただきます。セル代表の柴田陽子です。この試合の注目ポイントはズバリ立教のテクニック対慶応のスピードだと思っています。立教は学生の中でもトップレベルでボールを持てる選手が非常に多いチームです。でその結果ポジションを非常に重んじるラクロスっていうのをしてくると思うんですけれども、対して慶応は、いざそのボールが落ちた時のグラウンドボールによるスピードだったり、そこから守備から攻めへの、切り替えの速さっていうところが一つの持ち味のチームなので、立教のポジションラクロスを、どれだけ慶応が崩すことができるのかっていうことに注目して見ていきたいと思っています。お楽しみください。2019年 U19 女子日本代表ヘッドコーチの庄司です。慶応対、立教の試合の見どころはズバリ、コーチの表情です。表情まではなかなか見れないと思うんですけれども、慶応の大久保さんは、男子の日本代表ヘッドコーチとして世界4位っていうことの、活躍をされている方で、たけしさん、立教のたけしさんは世界大会に2度も女子の日本代表ヘッドコーチとしてさまざまなご経験をお持ちです。仲の良い2人がどのようなタイミングでどのような作戦を出してくるのか、スター揃いのどちらの、チームですので、そのな、流れが、ポイントをつかむ、きっかけになるんじゃないかなと思ってます。その辺を私も見ながら解説できればと思っています。楽しみな一戦なのでぜひご覧ください。女子準決勝日体対明治の試合を解説させていただくセル代表の翔太陽子です。この試合の見どころはズバリ日体と明治のこの2ヶ月の成長度合いだと思っています。この2チームは実は、対照的な2ヶ月を過ごしてきています。明治は、9月に2試合を、早々に終えてで、2勝していち早く、準決勝進出を決めたチームです。でそこで準決勝を決めてから、この準備期間でどれだけ、チームの成熟度合いっていうのが増しているのかというのに対して、日体は、9月の第1戦というのを落としてしまって、で、得失点での出場をかけて、大量得点
を、するべく、この2ヶ月2戦目に対して準備をしてきました。で先週、その、2戦目で見事大量得点をして、この準決勝の進出を決めています。のでその勢いで、覚醒した日大がそのままの勢いで勝つのか、そこの、2チームの成長度合いというところに注目して見てみたいと思っています。見どころ満載の今回の関東学生ラクロス2020特別大会の決勝トーナメントですが、今回ラクラのライブ配信は東日本学生連盟とのコラボ企画となっております。学連委員長の後藤俊君よりコメントいただきましたので、どうぞご覧ください。ラクブのご覧の皆さん、こんにちは。東日本支部学生連盟委員長後藤俊太です。まずはじめに特別大会に携わってくれている理事長をはじめとする大人の方々、そして、運営に尽力してくれた学生連盟の皆さん、本当にありがとうございます。そして、来週の土日からは一部の、決勝トーナメントが始まります。今年度もレベルの高い戦いになると思うので、皆さん最後まで注目してご覧になってください。最後に、1話決勝トーナメントが始まりますが、2、3、4番引き続き予選が行われているので、最後まで特別大会をみんなで盛り上げていきましょう。後藤俊君ありがとうございました。関東の決勝トーナメントは11月21、22に開催されます。ぜひラクプラのチャンネル登録をして、そして通知をオンにして試合開催をお待ちください。それではまた当日お会いしましょう。